はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはね、こちらドリップポットの話、以前生放送やった時にカズマックスさんの、普段使ってるドリップポット、こいつをね、ちょっとよく見てみたいと、しっかり映してくださいというね、リクエストをいただいたんで、ちょっと映していきたいと思います。はい、こちらが、僕が普段使っている、ドリップポット、カリタの、ドーポット700ってやつですね。まあ、蝶つがい付きのタイプなんですけども、まあ、これほんと便利なんですよ。ね、よく見てみるとね、まあ、やっぱり銅製だから若干この劣化っていうかね、まあ、錆びてきたりだったりとか、まあ、色が変色したりとかね、結構あります。まあ、この下のあたりとかね、よく、僕、火にかけるので、まあ、やっぱり変色しますよね。だいぶ来てるし、まあ、この辺まで結構色変わってますね。で、まあ、よーく見るとね、この塗装とかもちょっと剥げてたりだったりとか、この取っ手の部分とか、わかりますか？この若干細かいね、まあ、擦り傷とかがついていて、まあ、これも味ですよね。うん。かなり気に入っています。で、上の方もまあ、こんな感じで。で、開けると、こんなんですかね。まあ、中もちょっと、剥げていたりだとかして、まあ、色が変わってたりだとかしてね、こんな感じです。まあ、最初の頃と比べてだいぶ変わりましたね。あとこの辺もそうだそうだ、ドリップするときとかにね、要はだからここに当たるじゃないですか、まあ、近づけようとすると、まあ、紙がねちょっと出ていたりするから、それにちょっと当たってこの辺が、まあ、汚れたりするから、少しこの辺はこまめにキッチンペーパー、濡らしたキッチンペーパーとかで拭き取ったりとかねしています。で、まあ、先っぽとかもね、結構もう触れちゃったりもするから、ドームとかにここも拭いたりするし、で、あとはそうね、この先の方もペンチとかで広げればね、まあちょっと注ぎ心地も変えられるって師匠が言っていたから、まあいつかやろうかなと思っていたけど、結局まあズルズルとこのまま来ています。まあこれ慣れちゃったからね、まあいいかなと思ってるけど、はい、こんな感じ。下に、あ、カリタメイドインジャパンって書いてあるんだね、知らなかったなはい、こんな感じ。まあほんと蝶つがい付き便利なんですよね。だいぶこの辺もガタが来てるけどね、うん、まあ、これも本当に一つ一つが、細かい傷が、錆がね、汚れが味ですから、まあ、できればここもね、拭きたくないんだけど、まあ、動画に映すつんでね、まあ、ちょっと、こまめに、綺麗にしてはいます。輝きも落ちてきてはいるけどね、やっと、相棒ですよ、僕の。うん、最初、ほんとピカピカだったもんね。僕が、憧れの銅ポットを手に入れたみたいなね、動画で、ハイテンションで紹介したとき、ほんと、キラキラしてたけど、懐かしいですね。まあ、皆さんのね、思い入れのあるコーヒー器具とかもいっぱいあると思いますけど、まあ、ドリップポットは、まあ、中でもね、やっぱ一番、まあ、パートナーとね、呼ぶべき存在だと思いますので、皆さんもね、それぞれたくさん思い入れが詰まってると思いますが、あ、そうだ、おまけでちょっと、カップも紹介しましょうか。僕が普段ね、使っているこいつ。はい。まあ、あんまりね、近くで映したことないけど、よいしょ。だいぶこいつも剥げてきました。わかる？この辺。金縁のところがね、だいぶなくなってきていて、うん、で、中の方もね、まあ、汚れてきていて、まあ、これは激落ちで落ちるんですけど、まあ、ハゲとかはね、どうしようもないから、まあ、それでも綺麗に使ってる方だと思うけどね。はい、こんな感じです。操作も、はい、こんな感じ。うん、これもだいぶ思い入れがあります。ほんとコーヒーチャンネル始めた初期の頃からもうずっと使ってるからね。はい、というわけで、まあ、そんなところかな。まあ、ドリッパーに関しては、まあ、最近こうの新しいのに変えちゃったし、まあ、そこまで話すこともないですけど、はい、というわけで今日のカズマックスの、サブチャンネル、ドリップポットのご紹介でございました。はい、まあ、これからも、ね、多分状態変わってくると思うんで、またそのうちね、いつかできたらいいかなと思いますけど、こんな動画もね。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。